竹原俊仙が絵本百物語より、片平辻片平辻は京都市北西部にあったとされる場所。現在の片平の辻付近と言われる。平安時代初期、佐賀天皇の皇后であった橘花の勝子は仏教の信仰が厚く、団林寺を混流したことから団林皇后と呼ばれた。また、貴族の指定教育のために学会員を設けるなど、 多くの功績があった。伝説によると、団林皇后は、素晴らしい美貌の持ち主でもあり、連母する人々が後を絶たず、修行中の若い僧侶たちでさえ心を動かされるほどで、あった。こうした状況を長く浮いてきた皇后は、自らが深く帰依する仏教の教えに説かれる、この世は無常であり、すべてのものは移り変わって、永遠なるものは一つもない、という、 諸行無常の真理を自らの身をもって示して、人々の心に母大心を呼び起こそうと、死に臨んで、自分の亡骸は埋葬せず、どこかの辻に打ち捨てよと遺言した。遺言は守られ、皇后方の遺体は辻に遺棄されたが、火に火に腐り、犬やカラスの餌食となって醜く無残な姿で、横たわり、白骨となって朽ち果てた。人々はその様子を見て、世の無常を心に刻み、 僧たちも、盲念を捨てて、修行に打ち込んだという。皇后の遺体が置かれた場所が、以後、片平辻と呼ばれた場所である。一説には、皇后の教片平にちなんだなとされる。旧合図は、断輪皇后の遺体が朽ち果てる様を9つの絵で描いたものとされる。また、師書には、断輪皇后のおみことを捨てし上にや、今も折り伏ごとに、女の死骸見えて、 犬鳥などのクラフ様の見ゆるとぞ、いぶかしきことになんとある。この意味について、もともと、カタビラ辻は、こうして、自らを投げ打って、人々の魂を救済しようとした、ダンリン皇后の意志の源であったはずであるが、その後この辻を通りかかると、犬やカラスに食い荒らされる女の死体の幻影が、見えると恐れ得られるようになったとの解釈もあるが、後にもダンリン皇后の例に習い。 女の死体が捨てられることがあるとの意味に解釈すれば、怪異でも何でもない、との指摘もある。江戸時代の都名書図によると、片平の辻は材木町の東にあり上、佐賀市も佐賀渦正時は広沢あ,あたご等の別れとある。現在の片平の辻から西北西に位置するあだしのは、鳥辺の連大屋と共に古来の風草の地、草草の地として知られる。ありがとうございます。